ワープ航路、誘導お願いします。こちら、サンドレッチ聖域 D205、 D205。オーケーだ、モイラ。さあ、覚醒しなさい、モイラ。思った通りだ。脳波が異常な高まりを見せている。この夢は最近特に繰り返し見るそうだね。ええ、恐ろしいくらい鮮明にね。予知能力。そうね、予知というより未来の記憶が蘇っているという感じだけど。未来の記憶か。全く大変な能力だ。彼女の能力はこのトルメキウス ESP 研究所に来てからぐんぐん高まっている。それはやはりこのトルメキウスが断続的に放射している X 線に原因があると考えるのが妥当だ。博士はどう思われます？同感だ。しかし素晴らしい。まだまだ計り知れない研究の余地があるよ、スコット君。人類の未来のために彼女の独り占めは厳重に禁止する。そうはさせませんよ。彼女は僕のものですからね。そうだね、モイラ。さて、それじゃ今日はこの辺にしときましょうか。モイラ、お疲れ様。はい。どうしたんだ、モイラ。私。何があったの、言ってごらん。見えたのよ、恐ろしい、とても恐ろしい。何かを予知したのか。わからない、こんなの初めてよ。一体何なのか自分でも。何が起こったんだ、バカな。何事だ。これを見てください。ワープし信じられない。ここはワープ禁止区域じゃないか。どこのドイツだ、ここへワープで飛び込んでこようってのは。このままではこの研究所に衝突する。そんなノーマン、誘導波を送れ。ワープシップの終着点をずらすんだ。スコット、モイラ、衛星の軌道を修正しろ。はい、はい。SOS 信号だわ。こちらトルメキウス観測ステーション、戦績ナンバー応答願います。応答願います。スコット、探査艇を出すんだ。R2 ゲートがオープンのままだわ。何にしろトラブルに巻き込まれていることは確かだな。
これは。詳しい調査の必要がありそうです。そちらへの収容準備をお願いします。大丈夫？どうした？オイラ戦績ナンバーは D205、 グリーンプラネット号と判明。今のところ遺体の9名と生存者1名を確認しました。かなりの怪我をしている様子です、博士。一体何が原因なのだ？マーカス博士、ちょっと来てください。船内に妙なものがあるんです。人間ではないわ。一体何？異生物には違いないが、破棄しろ、そいつを。この船の遭難とそのエイリアンは無関係ではないと考えるのが妥当だ。我々の安全のためにはそいつを破棄せねばならん。いいな。でもまだそうと決まったわけでは。これは所長命令だ。私は君に殺されたんだよ。君が科学技術の書類をシンジケートに言った責任を取らされて、私は死なねばならなかった。私は金が欲しかったんだ。ただそれだけだったんだ。お前を殺す。死ね。君は気がついたのね。あ、無理しちゃダメ。お嬢さんにはちょっと過酷な光景だな。どうした、モイラ。私、彼の傷の手当てをしなくちゃ。美しいわ。ここに来るといつだって嫌なことを忘れるわ。なぜなんだ、あの顔は。似ていた、あまりにも。聞いてるの、スコット。
ああ、もちろん聞いてるさ。スコット、時々あなたが分からなくなるわ。困ったな。ちょっと考え事をしていただけでそんなことを思われちゃ。お姫様、何のお話をしていたのか聞かせていただけますか。人間はなぜ存在しているのかしらって言ったのよ。え？神はなぜ人類を作り出したのか、私たちが生きていることにはどんな意味があるのか。この頃そんなことを考えるの。哲学かい？それとも人類のテーマかな。人間は何も知らずに自分たちのことばかり考えてるわ。神が人間にどんな運命を用意しているのか考えてみようともしない。人類がこれからどこへ導かれていくのか。モイラ、愛してるよ。真面目に聞いて。どうしたのスコット。すまないスコット。誰だ。お前たちは本物の人間か。どうしたの。待て。俺はバズ、グリーンプラネット号の二等航海士だ。名乗らなければエイリアンとみなし殺す。モイラ。バズ、私たちはここトルメキウス ESP 研究所の科学者スコットとモイラ、あなたと同じ正真正銘の人間よ。モイラ。落ち着いてバズ。あの船で何があったか知らないけど今は安全なのよ。逃げるんだ、奴が来る。殺される、奴に。サンダー、かわいそうじゃないか。あ気が小さいな、お前は。サンダー、後ろ。モルティ、待ってくれ、ローマ、助けてくれ。仕方なかったんだ。俺だってやられるかもしれなかったんだ。だけどなぜだ、なぜあいつの顔にそっくりなんだ。なぜ。仲間も全て奴にやられたんだ。しっかりして、ノーマン。信じられない、
あいつはすでに遥か彼方へ破棄されたはずじゃ。奴は常識を超えたエイリアンなんだ。信じられないパワーと方法を持った怪物だ。とんだ役者だな、バズ。だったらなぜお前だけ助かった？お前があのわけのわからないエイリアンの秘密を握ってるんだ。そうだろう。スコット、言い過ぎだわ。ここには物分かりの悪い連中が揃ってるようだな。とにかく一刻も早く奴をやらなきゃ俺たちがやられるんだ。それともグリーンプラネットの奴らみたいに全員肉団子になりたいのか。何？お久しぶりね、スコット。一体何があったの、ノーマン。危ないぜ、一人で行っちゃ。大丈夫よ、バズ。ノーマンは私が守るわ。強いんだな。モルディが来た。ノーマン。どうやら奴はモルディの姿で彼を襲ったらしいな。え？奴は人間の意識を読み、様々に形を変えることができるんだ。信じられないことだが、そう考えるほかない出来事が俺の船で次々に起こった。船長も仲の良かったトムもみんな気のいい仲間だった。それがあいつのために、あいつのために。それから俺は人を信用できなくなった。モイラ、君もだ。バズ。じゃあ、後を頼むぜ。俺はちょっと見回ってくる。待って、バズ。ざまあないぜ。たった一匹の化け物に振り回されるんだ。バズ。ん？たとえあなたがエイリアンだとしても、あなたの言うことは信じるわ。モイラ。覚えていたようね、私のことを。幻覚だ。お前はイリュージョンに過ぎない。釣れないのね。あんなに愛し合ったことを忘れてしまったの？それもただの愛し合い方じゃなかったの？
あなたは自分以外は誰も愛さない氷のようなナルシスト。そして女に対しては異常性愛し、恋人を死に追いやったこともある。もう一度お前に会いたいよ。俺はお前が好きだった。とても好きだった。俺はここにいる。サンダー。いや、ノーマン、帰ってきたぜ。サンダー。これからいいところへ遊びに行かないか。俺が案内するよ。いいと思う。ノーマン、どこだよ、いいとこって。教えてくれたっていいだろう。誰と喋ってんだ、あいつ。様子がおかしいわ。ノーマン、何してるの。何もつけないで宇宙へ出るっていうの。サンダー、どこ行ったんだ、サンダー。サンダー。私はサンダーではない。サンダーじゃない。じゃあ誰だ。ハッチが開いていくぞ。開かない、開かないわ。ノーマン、宇宙服をつけて。出ないと死んでしまうわ。誰だ、あなたは誰なんです。私は神の使いだ。神？なんだ、オイラ、何か見えるのか。聞こえたのよ今。ノーマンが。危ないわ。ノーマン、ダメ、戻って。ダメ、ダメよ。戻って、戻って。ノーマン、戻るのよ。置いてる。思いだ。ノーマン、ノーマン、ダメよ、ダメ、言っちゃダメ。本当にただのエイリアンなのか。神の使いと名乗ったわ。神。神か。ならエクサ何でもお茶の子再々だ。サイコキネシステレパシー、人の心に入り込み悪夢を見せることも。スコット。そうか、俺たちは神にいびり殺されるってわけか。こいつは名誉だぜ。待って、奴は神なんかじゃない。私にはほんの少し奴の意識が見えたわ。激しい憎悪と殺意が。あれが神のものであるはずがないわ。来るわ。何だって。Thank you.
あなたの言う通りだわ。やつは私の意識を読んだわ。さっきちらっとスコットのことを考えたら、その通りの形に姿を変えたわ。普通のエイリアンじゃない。やつは一体。お前は何者なの？なぜ私たちを殺そうとするの？それは神の意志。神の？人類を創造して以来、神はその行動、その心の中を手に取るように眺めてきた。憎悪、我欲、嫉妬、殺意、そんなものに人間が突き動かされ、エゴをむき出して蹴落とし合い、憎しみ合い、殺し合う様を氷のような沈黙で眺めてきたのだ。しかし今沈黙は破られた。人類の愚かさが、罪が裁かれる時が来たのだ。私は神の名においてお前たち人間を殺す。最後の一人まで全て。悪魔、お前は悪魔なんだわ。テレパシーで人の心に入り込み混乱させ殺戮する。それが神の意志であるはずがないわ。バカだな。じっとしてろ。私どのくらい気を失っていたの？さあ3分もないと思う。よしと、立てるか。スコット、エイリアン。スコット、しっかりしろ。モイラ。しっかりしろ。ここの原子融合炉を爆破して研究所ごと奴を吹っ飛ばすんだ。そして僕らはグリーンプラネット号で逃げる。そんな手段で奴が死ぬはずないわ。そんなことはやってみなくちゃわからない。ダメ、もうおしまいよ。私たちは殺されるわ。モイラ、しっかりするんだ。最後の最後まで諦めちゃいけない。君はそんなに弱い人間だったのか。君はもっと強いはずだ。モイラ、君には何かがある。たとえ全てを失ったとしても、君には未来があるんだ。笑った顔は見たいな。俺が来てから報れてばかりだ。私の未来が。バズ！俺は平気だ。君はグリーンプラネット号で
出港スタンバイをしてくれ。俺は原子融合炉へ30分後には戻る。分かったわバズ、私たち助かるのよ。当たり前だ。長い間、私は誰かを待ち続けていたような気がする。バズ。ここだ。原子融合炉爆発まであと20分。爆発まであと19分。もう脱出には間に合わない。二人の運命を信じるよ、最後まで。モイラ、モイラ、どうしたんだモイラ。うわあ、まず、モイラ、爆発まで5分を切りました。バズ、もっと早く会いたかったわ。爆発まであと30秒。俺もだ。だがもう随分長い間一緒にいるような気がする。ほんのわずかな時間一緒にいただけなのに。あと20秒。おいか、7 6 5 4 3 2 1。バズ、バズ。
バズ、しっかりして。バズ、助かったのよ。私たち生きてるわ。モイラ、ここは地獄の中を見ているよ。奴が俺たちに最後のチャンスをくれたというのか。でも行くしかないわ。向こうに光が見える。地獄だか未来だか、この目で確かめてやるぜ。モイラ、手を離すなよ。ええ、あなたについていくわ。行こう。待っていた日が